お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと細かい話ですいませんでした。いやー、勉強になりました。やっぱりその上がってきたチームとの差という部分がこういうところでやっぱり出てる、うん、そうだから皆さんに見てもらいたいのは、そのうまいプレーっていっぱいあると思いますし、シュートとかやっぱりそこが気になるんですけど、はい、最後ゴールが決まるときっていうのは全てここで行われるんです。ここです。だから守る側だったら、例えばさっき僕が紹介させてしまったような、だからどこにディフェンスが立っているかだけで全然クロスが通るか通らないか変わるんですよ。だからこれがやっぱりすごく重要なところで、はい、まあ、紹介させていただいた通り、やっぱディフェンスがいないわけですよね。重要な場所にいないっていう。うん、重要な場所にいない。最後はここです。何やったって最後はここなんです。だから簡単に言うと、もしこうやってゴールの幅にもし3人いたらどうでしょうってなると、なかなか多分決められます。はい、だからコンテのチームとかだと5バックでも逆のウイングバックがポストまで来たりしますから、そうするとなお横のスペースがないんで、そうそう簡単にクロスだと入らないです。こういったところももしなんかこう頭の片隅に置いてもらえると、見てると結構ね面白いと思います。これを90分繰り返してるわけですからね。そうです。いやー、勉強になりました。いやいや、僕はもう10分って言って10分で終わられたことを、はい、喜んでます。その時間が本当になってぴったりしたな。ありがとうございました。はい。